ロボロフスキーハムスターは、ヒメキヌゲネズミ族に属するハムスターの一種である。和名はロボロフスキーキヌゲネズミ。ペットとして飼われている、ドワーフハムスターとしては最も小型で、約2等身の体型である。原産地は、カザフスタン共和国、モンゴル、ロシア連邦トゥバ共和国など。体長は、約7センチメートルから10センチメートル。体重は、約15から30グラムで。 世界最小のハムスター。性格は臆病で人間になつきにくい。観賞用ハムスターとして知られている。個体によっては稀になつく者も,もいる。寿命は2年から3年。相性の良し悪しはあるものの、ドワーフハムスターの中では最も複数害に適している。相性が悪い場合は一匹ごとに飼育する。走りながらの排尿を好む習性があるため、 トイレのしつけはできない答えが多い。体は小さいが運動量のとても多いハムスターであるため、飼育の際は十分な広さを確保すると良い。水分をあまり必要としないとの表記がたびたび見られるが他のハムスターと同じ扱いで良い。水分の多い果物、野菜なども食べる。体が小さく動きが素早いから受診可能な動物病院が少ない。 写真左、ノーマルとホワイトフェイス、写真右、ホワイトフェイス映像、両個体、映像、ホワイトフェイス写真、中間の特徴を持った、個体、映像、中間の特徴を持った個体ロボロフスキーハムスターの育て方。ありがとうございます。